は最後にこのシンポジウムをご覧にあたりまして、佐藤文部科学省国際統括官より、閉会のご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。文部科学省の加藤、文部科学省国際統括官の加藤でございます。本日このシンポジウムに提案によりまして遅れてまいりましたことを申し上げたいと思います。本日の外務省文部科学省共催の大学 ODA シンポジウムの閉会にあたりまして、主催機関の一つを代表して一言ご挨拶申し上げたいと思います。本日は各大学の関係者、また日頃から連携されている企業の方々、合わせて約170名を超える皆様のご出席いただいて、このシンポジウムに盛大に開くことができました。本日ご参加された皆さんは日頃からそれぞれの大学がいかに国際展開を図っていったらいいか、非常に真摯に考え取り組んでおられることと思います。またそういった大学と連携されている企業の皆様にとりましても、また本日参加された大学の皆様にとりましても、本日のシンポジウムで得られた情報は、あるいは人的なつながりが非常に有益なものであったということは、遅れてまいりました短い時間、拝聴したセッションですとか、ただいまの総括の中での皆様からのご意見聞いてて、非常に有用に推察されたところで、文部科学省といたしましては、大学の地形を国際協力に一層活用することが重要と捉えまして、今年の3月に国際協力推進会議の中間報告書というのをまとめております。そこでは、大学が国際協力に参画してほしいということを重視する理由を3つ挙げております。1番目には、グローバルな課題の解決などに日本の大学の知見を活用して貢献するということで、日本の大学の価値プレゼンスを国際的に高めるということ。第2は、日本の大学の教職員が途上国の関係者と共通課題の解決に向けて一緒に作業するということで、日本の大学教職員自身の視野を広げることにもつながる。第3には、こういった事業の機会を活用して学生のについてボランティア活動ですとか、あるいはインターンシップに参加してもらうということで、グローバル人材の育成にもつながるのではないかということであります。そういうことでありますけれども、本来的に高等教育というものは本来的には国境がないものであろうというふうに考えます。非常にこのグローバル化が進む21世紀にあって、大学の社会的責任、それも単にそれぞれの国における社会的責任ではなくて、グローバル社会に対する責任ではないかと思うんですけども、それは外国の大学であるとか、あるいはさまざまなステークホルダーとコラボレートして、将来異文化の仲間と共同して働ける人材を育てていく、共同して価値創造できる人材を育てていくことにあるのではないかと思います。こういった取り組みを行っていく上で、これまでの各大学が行ってこられた国際協力というのは、どちらかといえば教職員個人個人のつながりによる点と点の間だったわけですけれども、最近では組織として面的な広がりを持った国際協力というものが求められてきております。今日のお話の中でも出てまいりましたシードネットですとか、あるいはエジプト、ジャパン、科学技術大学、さらにはマレーシア、日本、国際、工学研究院、こういったものは大学の連合体としての対応などが求められてきているわけでありますけれども、本日のお話でもさらにいろいろな対応での大学の国際協力の ODA を使った大学の国際協力への参加というものの可能性が示されたことと思います。それでそういったことへの参加ということにつきましては、ぜひこれは各大学
各大学でまた将来ビジョンの検討というものが進められると思いますが、そういった中で、各大学それぞれの特徴を生かしてどのような形で国際教育に臨んでいくのか、これをぜひしっかりとそれぞれの大学の中で位置づけて、持続性を持って取り組めるようにしていっていただきたいと思います。またその具体的な取り組み方策については確立的である必要はなくて、それぞれの大学の特徴、また何を狙うかによってそれぞれ対応であってしかるべきというふうに考えています。また今後は今日の会合でもそうですけれども、企業との連携というものも非常に重要になってまいりますし、その連携による相乗効果を発揮して、より効果の高い国際協力を行うという余地も十分にあると思います。そういうことで、大学と企業の連携によって、またこの国際協力のやり方でイノベーティブな取り組みが出てくることを期待しているものであります。本日お集まりいただきました皆様におかれましては、このシンポジウムを機会に、非常に今日は大きな第一歩であったと思います。大学、各大学で組織として ODA 事業にどう参画するか、また産業界とどう連携するかということをご検討いただいて、それぞれの大学の持ち味を十分に発揮していただきたいと思います。私ども文部科学省といたしましても、外務省をはじめ関係省庁、途上国、協力機関、産業界などと連携して、大学の国際協力への参画、展開を引き続きご支援申し上げてまいりたいと思います。最後に、本日のシンポジウムでご講演ご議論いただきました皆様、熱心にご参加いただきました皆様、そして、本シンポジウムの開催にあたりまして連携協力をいただきました越川国際協力局長をはじめとする外務省の皆様、独立行政法人国際協力機構、また文科省の関係の皆様に感謝の意をしますとともに、本日のシンポジウムが始まりになって、皆様の今後の活動が大きな飛躍を遂げることを祈念し、またそのために、外務省さんとも今後も引き続き緊密に連携していくことを誓いして、閉会挨拶とさせていただきます。本日は